アイテム番号 SCP-480JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-480JP の周囲には複数の鉄条網と障壁を設置し、その内外は常にカメラによる監視を行ってください。SCP-480JP への全ての通路は封鎖し、許可された者以外の立ち入りを禁じます。SCP-480JP のエリア上空も侵入禁止区域とし、特にヘリコプターに分類される機体の通行を阻止してください。もし一般人の侵入が発生した場合は、地面崩落、土砂災害危険地帯のカバーストーリーを与えて退去させてください。侵入者が SCP-480JP の影響を受けた場合は状況に応じた治療と B クラス記憶処理を施してください。説明 SCP-480JP は、県山あいに存在する公園跡地です。展望台を有す中央施設と大型遊具やスポーツコートからなるアスレチックエリアで構成されています。国内に存在する同規模の施設に比べ充実した設備を保有していますが、これらを含めた公園内の各所が未完成のまま放置されています。SCP-480JP は2000年年の開業を予定して建築、設営が開始されましたが、2000年を境として作業員に原因不明の死傷者、行方不明者が出たことにより財団の注意を引きました。施設の設営計画は、土砂災害、地盤沈下の発生、というカバーストーリーにより凍結され、位置する区域ごと財団のフロント企業により買収、管理されています。SCP-480JP では複数の物理的、空間的な歪みが発生しており、各エリアの敷地面積の累計が SCP-480JP 全体の面積を強化していることがわかっています。内部では存在する造形物の瞬間的な消失、転移や、視認可能にもかかわらず物理接触が不可能になるといった異常が確認されています。これらは極めて不規則であり、稀にこの現象に近辺の他の物体や生物を巻き込みます。巻き込まれたオブジェクトは多くの場合形状の異常な歪みや他の物体との融合を引き起こし、場合によっては消滅します。また施設内の至るところで草木や流れる水といった物体が本来発生すべき場所から乖離位置しているほか、侵入した物体が突然空中に打ち出される、もしくは地中へ落下する、移動する物体に物理的エネルギーを遥かに超えた力で引き飛ばされる、上空を飛行するヘリコプター類の高い墜落率、といった数多くの事項が確認されています。SCP-480JP-1 は施設内に不規則に現れる、6、7都市の日本人女児と推測される姿をした人型の実態です。物理的な接触は可能ですが、SCP-480JP-1 はそれに反応を示さないように見えます。常に敷地内のどこかを徘徊しており、接触、排泄、睡眠などの行動は見られません。SCP-480JP-1 は日本語で発話しますが、その内容は限られています。以下は D クラス職員を通した SCP-480JP-1 との対話記録です。対象 SCP-480JP-1。インタビュアー D-4168。吹き D-4168 は通信により小南博士からの指示を受けています。録音開始。D-4168 やー、お嬢ちゃん。SCP-480JP-1 けわわわわ。D-4168 君はなんて名前かな？ SCP-480JP-1 ねー、すっごく楽しいんだよ。D-4168 嫌だからさ、何て名前？ SCP-480JP-1 ここ大好き。D-4168 次の質問に移るよう指示を受けて、君はどこから来たんだい？ SCP-480JP-1 私いつまでも遊んでたいなぁ。D-4168 ずっとここにいるの？ SCP-480JP-1 ずっと遊びたいの、ずっとずっと遊びたいの。D-4168 くんはここに住んでるの？ SCP-480JP-1 毎日だって楽しいんだよ、一緒に遊ぼう、展望台に行って、森の中を探検して。おっきい遊具で遊んでるの。今日も昨日もその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 昨日も。D-4168 ちょっと。
SCP-480JP、1明日もその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 明日も
その明日も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 。P、4168A。SCP-480JP、1ずっと、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 ずっ終了報告書 D、4168はその場から逃走し、職員により保護されました。D、4168は軽度の錯乱状態でしたが、異常は見られませんでした。SCP-480JP、1の発話は不気味なほどに機械的であったと D、4168は述べています。最初の発見時から数年が経過していますが、SCP-480JP、1に外見的成長は見られません。SCP-480JP-1 からは特筆すべき危険性は現在見つかっていません。事象 8.12.A 以降、SCP-480JP-1 への物理的接触は永久的に禁止されました。事件記録 8.12 を参照。事件記録 8.12.2000年、研究のために SCP-480JP-1 を移送する試みがなされました。SCP-480JP-1 は容易に小型収容セルに収められたものの、敷地からの搬出が行われた際に SCP-480JP の急速かつ大規模な空間異常と物理的異常を誘発しました。その効果は SCP-480JP 周囲160メートルに存在する全物質を巻き込んでの連続的なオブジェクトの転移と融合を発生させ、編集済み、結果的に、編集済み、を経た SCP-480JP の一時的空間喪失へと繋がりました。事象 8.12.A、これにより D クラスを含む財団職員17名が周囲オブジェクトとの融合、身体変形、切断、消滅、臓器の変質2などで死亡、もしくは収容されました。事態は機動部隊で、5、バックアップ、の早急な対応によって沈静化され、現在は事象 8.12.A 以前の SCP-480JP の状態へ復元されています。ほいこの事件により、SCP-480JP-1 の存在が SCP-480JP に発生する異常の根源に関わっているとの見方が示されました。SCP-480JP-1 の外見的特徴は建設中に行方不明となっている、建設社長、死の長寿、当時6歳、と一致を示しています。ほい設営計画責任者、死の手記。以下は、死の自室より発見された手記からの記述の抜粋です。地区の山合公園開発について、2000年都市開業を目標、建設と契約合意、来年度より建築開始を目指す。この計画は、市の再開発事業の基幹となる重要事項である。何としても成功させろ。建設とのミーティング。地区山合部の住民からの強い反対活動により致命的な計画の遅れ、このままでは間に合わずふざけんな。建築作業の援助参加希望団体あり、東北、キサラギ工務店、金目検討、契約成立、来月より参加。なんと無料のボランティア。昨日よりキサラギ工務店参加。どういうことか本日はあのクソ反対住民とももう一匹もいない。極めて順調。同行していた、建設社長の娘が消えた。夜、のうちに建築現場に忍び込み上がったらしい。作業員総出で捜索するも見つからず、社長には金をつかませ、家族と警察には自宅周辺で失踪したと伝えさせる、本日中、絶対隠せ。反対住民どもが揃って行方不明。例、のガキと違ってこれは天の助けか。さすがに警官が来て調べていったが俺らは何もしてないし無実だ。これからは建設がはかどる。キサラギ工務店の協力期間が満了。素晴らしい成果。敷地面積が足りないにもかかわらず、計画された施設すべてをうまいこと詰め込んでくれた様子。残りの細部は、建設の能なし友が担当。金返せ。建設に作業員負傷者3名5名、死亡2名行方不明2名。
現場の安全確認不行き届き、特に見られず。おかしなこと言う輩がいる壁抜け、落下、おかしい。地表上現象、娘の幽霊、呪い、キサラギ工務店、現状報告、受け入れられずクソが、俺は役なんかやってねえクソ上司どもは現状を見ろ。キサラギと連絡取れず、娘の失踪、生贄、ありえない建築速度、バグ、キサラギ。こんなのは望んでいない。本日をもって責任者の任を解雇。鬼だ。死は解任された後に失踪しており、現在の足取りはつかめていません。SCP-480JP の建設作業は記録上、建設によるものとなっていますが、キサラギ工務店という団体が援助する形で事業に参加していたことが一部の書類により判明しています。停滞していたこれらの建築を驚異的な速さで進行させた、との証言も確認されています。キサラギ工務店は、東北地方を中心に営業している、と担当者に申告していましたが、調査の結果そのような業者は存在しませんでした。ホイ SCP-480JP 内部で回収された文書。平成、年、月、日。県、市役所都市建設部建築行政課、再開発部長、様。有限会社キサラギ工務店。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。さて、この度は弊社と特別契約のご締結賜り、ここに厚くお礼申し上げます。弊社の長年にわたる研究の成果と最新のデジタル技術を盛り込んだ、正確、かつ、迅速、な設営を行わせていただきました。幸い、様のお眼鏡にかない社員一同大変喜んでおります。なおご契約の際、周辺住民とのすれ違いが建設の障害となっているとお聞きしましたので、当社で引き取らせていただきました。我々としても近年資源の不足に悩んでおりましたので、このような有意義な機会を提供していただきましたことに、心より感謝申し上げます。また、建設社長令嬢、様より、誰よりも早く、そしていつまでも楽しく遊びたい、とのご希望をお受けしましたので、建設作業の、柱、として手配させていただきました。どうやらお気に召されたようで幸いです。公園新設により、市の皆様が今後より一層のご発展を遂げられますよう、心より祈念申し上げます。なお、心ばかりではございますが、お礼の印までに粗品をお送りいたしますので、ご承諾くだされば幸いと存じ申し上げます。本日は略儀ながら書中にてお礼申し上げます。金箔、文書中の、粗品、は同じく SCP-480JP 内部で発見されています。内容物は製造元不明の焼酎でしたが、分析の結果一部人間由来と思われる成分が検出されています。